はい、こんにちは、竹下達です。こちらのブラックのギターなんですが、昨日ね、レスポールデラックスと紹介したんですが、ごめんなさい、間違いですね。レスポールカスタムです、はい。レスポールカスタムというのはですね、もともとはレスポールのスタンダードから、発生したモデルなんですね。昨日ご紹介したように、ジョン・サイクスさんが使っていた好んで使っていたわけですね。で、これですね、特徴といたしましては、基本的にそのスーツ姿なんかはね、そういうフォーマルな、服装に似合うようにということで作られたそうです。ちょっと詳しく勉強してみました。やっぱりレスポールね、木目のね、こういうものいろいろ種類があるんですけど、ゴールドトップもすごく好きなんですが、やはりそのじゃあそれスーツ姿に似合うかっていうと、なかなか似合いにくいと。やっぱりフォーマルな席で弾くのにね、このピアノブラックみたいな感じですね。こういうちょっと高級感があって、まあ公の席でね弾けるような、まあ、そういうギターということで作られたそうです。はい、でとてもねやっぱり美しいんですよね。今ちょっとごめんなさいね、ラフな格好でなんですが、確かにスーツを着た時にこうビシッとねこう引いてもなんとなくこう様になるじゃないですか。はい、でなんでデラックスと間違えたのかなと思ったんですが、デラックスはスタンダード、レスポールのスタンダードっていうモデルなんで、それにまあちょっとこう良くしたみたいな感じで、これカスタムっていうのは壊れないんですけど、ヘッドのねこうバインディングと、あとここですね、この貝が入ってある、まあ、こういったところでまあ高級感を醸し出しているというかね。で、あとこの指板のところにねこう埋め込んでありますよね。でこれがですねすごくちゃんとできてるんですよね。この埋め込んでるねこの貝の部分がうまく指板に埋まっていないと引っかかるんですね。あんまり私チョーキングしないんですけど、チョーキングした時に引っかかったりするんですよ。で、そこすごく気にしてたんですけど、このギターですごくそこがうまくできてて、指板のねするフレットじゃなくて、要するにそのフィンガーボード部分のね、すり合わせがすごくきちっとされていて、すごくスムーズにしね、指の動きが、すごく動かせました。で、そうなんですよね。これでホワイトっていうとランディ・ローズさんモデルになるんですね。確かにランディ・ローズさんは弾いてましたね。ただまあ今なおレスポールカスタムといえばブラックという印象が強いようです。確かにそうですね、ランディ・ローズさん以外で白いレスポールカスタム、確かにカスタムを弾いてるギタリストって見かけないですね。確かに。で、このヘッドの部分の模様なんですが、これインレイと呼ぶんですね。ダイヤモンドインレイと、まあ美しい、かっこいいですよね、これね。なんかすごく派手じゃなくて、こうなんていうんですかね、でシールとかじゃなくてこうちゃんと埋め込んでるんですね。まあよくできてるなと思います。本当に美しいですね。ちゃんとここに書いてありますね、レスポールカスタムって。はい、で97年ではなく94年製だそうです。で多分なんですけど、納豆が牛骨のものに交換してありますね。すごく和音が綺麗に出るのと、
ギター全体がですね、これが普通の重さなのかもしれないですけど、すごく軽く感じました。はい、まあ、すごく木はギュッと詰まってて、ソリッドな音がするんです。ソリッド、まあ、ポワーンとしない、ギュッと詰まった音がするんですけど、それでいてこう、なんとモワモワ感ね、無駄なリバーブ感みたいなのがなくて、すごくいいレスポールだなと思いました。はい、ちょっとこの辺のとこはね、僕、レスポールって言うとちょっとざっくり、ざっくりしか覚えてないんで、この辺はね、細かくお勉強していきたいと思います。そうですね。で、ピックガードは今ね、ジャイク氏はすごくジョン・サイクスが好きなんで、ミラーのものがついてるんですけど、ちょっと Q を見てね、これミラーのものを傷つけてもなんて理由つけてないんですけど、別個のものにしたらかっこいいかななんてちょっと思っちゃったりもしてます、はい、まあでも最近これジャラジャラしないから、あんまりこれでも傷にしないかな。で、これゴールドのね、エスカッション、この、ピックアップのね、枠についてるエスカッションって言うんですけど、ゴールドのものが結構人気なんですが、これ微妙ですよね。これ私はこれ結構シルバーのもの、フォーマルとかね、シックでいいなと思ったんですけど、まあ、ゴールドを好む人もいる気持ちはわからないじゃないですね。で、このギターの場合、ペグなんかはね、全部シルバーなんで、シルバーで統一したんで、これすごくかっこいいと思います。ごめんなさいね、昨日間違えて。デラックスじゃなくて、レスポールカスタムです。はい。1994年に作られたものですね。当時はすごくいい木があったんですよね。なかなか最近のギターでは、いい木にね、なかなか巡り合うことが難しくて。各、ね、メーカーさんもすごく新しい材料探しっていうかね、今までのエボニーとかね、ローズウッドとかなかなか入手難になってるんで、まあ、代わりのものをすごく各メーカー探してるんですけど、まあでもうまくいってる方だと思います。本当に各メーカーさんの努力に頭が下がるばかりです。改めてね、今日は間違いのないように紹介したいと思います。こちら、1994年製のレスポールカスタムですね。非常にシックで、なんていうんですか、フォーマルにフォーマルな時に使える一品になっているんじゃないかと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。